航空燃料備蓄タンクと航空燃料輸送用トラック、航空燃料輸送用トラック一部の空港では地下の燃料パイプによってタンクローリーを必要とせずに燃料補給が可能となっている。トラックは燃料ではなく必要なホースや圧力装置を運ぶだけである。航空燃料は航空機の動力に使用される石油系の燃料である。一般的に 車や暖房に使用される燃料より高品質なものが利用される。添加剤として酸化防止剤、金属不活性化剤、凍結防止剤やその他の添加剤を加えることが認められている。航空機用ガソリン、またはアバグは火花添加内燃機関を動かすのに使用される燃料である。その調合は自動車や2.5トントラックといった多くの 軍用車両で使われるガソリンとは異なっている。航空機用ガソリンは、幅広い環境下での安定性、安全性、予測通りの性能のために調合され、レシプロエンジン、またはバンケルエンジンを使用する航空機で典型的に用いられる。ユーラルタンカーからのミック -29 の地上燃料補給ジェット燃料は、無塩ケロシン、または ナフサマイナスケロシン混合物を元にした透明から麦わら色の燃料である。ディーゼル燃料と似ており圧縮添加エンジンとタービンエンジンのどちらにも使用することができる。ジェット A は現代的な商業旅客機に動力を与え純粋なケロシンと凍結防止剤の混合物であり、摂氏49度以上の温度で燃焼する。ケロシン系燃料はガソリン系燃料よりも かなり高い因果点を有する。これは、点火するために、かなり高い温度が必要であることを意味する。ジェット A は高品質燃料である。ジェット飛行機での使用のための純度や、その他の品質検査で不合格になった場合は、鉄道車両用ディーゼルエンジンのような、品質要求が、より低いその他の地上の乗り物のために販売される。圧縮天然ガス。 液化天然ガスを航空機の動力燃料に利用した、ロシアの軍用機つマイナス1 5 5号や、ボーイングのシュガーフリーズ航空機計画、NASA の N プラス4計画などがある。化石燃料に代わる燃料として、ボツリオコッカスブラウニーや、緑虫などを利用した、バイオ燃料、植物由来の燃料の開発が行われている。ありがとうございます。